ね。やっぱりアイドルはだからどんな時もこんな私でよかった。これからも私の少しだけ私たちと一緒に頑張っていこう。肩の力をまた苦しくなった時はいつでも私を見に来て。みんながそのパワーをくれる限り私たちは私はあの衣装に後悔はずっと今も心の中に残ってるけど、皆さんにもらったものの恩返しが少しでもできるようにってそう思ってステージに立ってます。お姉さんもみんなもキラキラしてすごく楽しい。少しはアイドルとしての私を認めてもらえたのかしら。これは私が選んだ道なんだから。みんなと一緒に遊べたこと、一生の宝物にするから。